します。はい、紅白歌合戦 in 町田に出演しています、キングドロップスです。キングドロップスです。MVP、今日はですね、町田市の麺屋いろはさんの前でですね、はい、ブラックラーメンが3年連続で優勝ということで、はい、貴重ですね。まだ東京じゃ、ね、あの2店舗目ですか。ははい。キングドロップスもですね、はい、紅白歌合戦 in 町田の方でですね、3年連続優勝を目指して頑張りたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。でですね、はい、一つ悩みがありまして、まあいいんですよ、紅白歌合戦、はい、まあ、普通だったら男がですね、白組ですね。そうですね。あ、そうなんですか。そう、そうです。そうですよ。 N N? なんでもないです、はい、で、女の子がですね、いる時は、はい、赤組になるわけだね。こういう混合の時はどっち組に所属してどっち組を倒すんですね。いや、もう白じゃないですか。もう分かれましょう。分かれましょう。マヨネーズとトマトじゃん。はオーロラソースみたいなもんですよ、はい、一番お得だということですね。はい、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、今12月、これ年末に流れですかね。あ、年末。あの今日31日なんで、今日31日ね、はいはい、そうです。今日からから31日、はい、明日から新しい新年。そうです。早いですね。そうですね、まあ、今日、まあ、2013も本当駆け抜けたんですけども、はい、キングドロップス2014年もですね、ガーッとね、ズブドーンとですね危ない危ない行き過ぎました。時代と思いますね。毎月ですね、キングドロップス名物イベントっていうのを、悪ノリっていうタイトルです。悪ノリっていうタイトルですね、やっていきたいと思います。で、8月には渋谷のオーウエストというところで、ワンマンライブもありますので、はい、ぜひですね、この紅白を皮切りに、まあ、町田市民の皆様とですね、キングドロップスが、まあ、2014年仲良くできるように頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。遊びに行きたいしな。そうだね。MVP は毎年出ます。あ、毎年、毎月出ます。毎月出ます。2015年もね、はい、声がかかるためにエントリーさせていただいてね、はい、はい、もうぜひキングドロップスイコール町田、そんな感じでですね、いいですね、いいですね、いい町田、はい、いい町田キングドロップスということでですね、名前もちょっと改名考えてね変えちゃいますか、はい、やっていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで、では、はい、キングドロップスでした。バイバイ。良いお年を。